Number 10. The Stand. ある研究所から実験中のウイルスが流出。パニックの中、ゲート封鎖の命令を無視し逃げ出した門番の男によって、ウイルスは外の世界に漏れ出てしまいます。事態を重く見た軍は、門番が最後にたどり着いた町に戒厳令を敷き、ウイルスを封じ込めようとします。しかしその甲斐もなく、感染率 99% の殺人ウイルスは、全米に蔓延していく。まるで、現在の世の中を予見したかのような、スティーブン・キングの同名小説のテレビミニシリーズ。時代の流れを汲んで、2020年に再び映像化されました。アンタイトルムービーへようこそ。今回の動画は、イギリストータルフィルム誌が選出した、ホラーの帝王、スティーブン・キング原作の映像作品ベスト10です。それでは、続きまして、Number 9. The Dead Zone. 高校教師ジョニーは交通事故に遭い、5年もの昏睡状態に陥ってしまいます。ついに目覚めたジョニーは、手に触れるだけで相手の未来を予知できる能力を身につけます。そしてある議員が世界を破滅に導くと知った時、ジョニーは未来の惨劇を阻止することが自分の使命と感じるのですが、キングの同名小説をスキャナーズ、ザ・フライなどの鬼才、デビッド・クローネンバーグが映像化。キング自身、自らの小説をオリジナルとする映画の中でも好きな作品であり、改編した部分についても、先に映画を見ていたら、こう書いていたのに、とまで述べています。Number 8. The Mist.のどかな田舎町を襲った激しい嵐の翌日、不気味な深い霧が立ち込める中、デビッドは息子と共に買い出しのためスーパーマーケットへ訪れます。やがて深い霧が押し寄せ、ごった返す買い物客らと共に店内に閉じ込められてしまいます。ついには町全体をも飲み込むように覆われ、霧の中に潜んだ正体不明の生物が彼らを襲い始めるのでした。キングの中編小説「霧」を原作に、監督のフランク・ダラボンが新たな結末を考案し、最強の胸クソ映画に仕上げてしまいました。意外にもキングは新たな結末を称賛していたそうです。皆さんはあのラスト受け入れられます？私は胸クソでしかない、あとは何も残らない、ただただ胸クソでした。人々が極限状態に追い込まれる中、狂信的なキリスト教信者の女性が不安を煽り、盲信的な信者を増やしていく光景は寒気を覚えてしまいましたが、主人公たちの行く末に何か皮肉めいたものを感じます。 Number 7. Dolores Claiborne. アメリカメイン州にある小さな島、富豪未亡人邸で、女主人が血だらけで横たわるその横で、のし棒を手に呆然と立ち尽くす家政婦ドロレス。無実を主張するドロレスには、20年前夫殺しの罪で不起訴になった過去があったのでした。事件を知り、数年ぶりに帰郷した娘セリーナにもドロレスは何も語ろうとしなかったのですが、ドロレス・クレイボーンを原作にした今回のランキングの中では地味めな作品ですが、母と娘の繊細な心理描写、キャシー・ベイツ、ジェニファー・ジェイソン・リーのキリキリするような演技合戦と非常に見応えがあります。何よりキングがあの映画で開演したキャシー・ベイツに捧げた小説というのですから間違いありません。現在起こった死亡事件の行く末を見守りながら、20年前の日食の日に起こった夫の死亡事件がフラッシュバックでよみがえり、2つの事件の真相に迫っていきます。そしてドロレスの驚くべき秘密を知ることになります。一つだけ文句を言わせてもらえば、放題に難あり。核心には触れていないものの、ドロレスは黙秘はせず結構喋ってます。 Number 6. Carrie. 狂信的なキリスト教信者の母に厳しく育てられた女子高生キャリー。内向的な性格と母親の気功も相まって、キャリーは学校でいじめのターゲットにされていました。
所長を迎えても知識のないキャリーはパニックを起こし、クラスメイトにバカにされ、母親に報告しても汚らわしいと狭い祈祷室に閉じ込められてしまいます。この頃からキャリーは自らの得意な能力に気づいていくのでした。トレーラーハウスで生活し、教職に就きながらクリーニング屋でアルバイトまでしていたスティーブン・キングが、同名小説を出版し、大ベストセラーとなった記念すべき処女作。また、一部のファンからカルト的人気を集めていたブライアン・デ・パルマをメジャーな存在へと押し上げた出世作でもあります。私個人的には、トップ3に入っていいぐらいお気に入りの作品です。なんといっても、終盤の卒業パーティーで、キャリーが得意な能力を炸裂させるシーンは圧巻です。画面分割やスローモーションを使い、ヒッチコックを彷彿とさせる緊張感で、さらに最古の効果音をそっくりそのまま使用して恐怖を煽ります。そしてシシースペイセクの目をカッと見開いた顔、映画史に残るクライマックスと言っても言い過ぎでないぐらい、あらゆる要素が凝縮されたシーンです。Number 5. Misery. ベストセラー小説「ミザリー」シリーズの人気作家ポールは、雪道で自動車事故に遭い瀕死の重傷を負ったところを、近くに住む元看護師の中年女性アニーに救われます。ミザリーシリーズの熱狂的なファンであるアニーは、両足を骨折したポールを献身的に介護しますが、新作でヒロインミザリーが死んだことを知ると態度を豹変させ、原稿を燃やすよう強要します。身の危険を感じたポールは脱出を試みるのですが、キングの同名小説を映像化したこの作品の見どころは、言うまでもなくキャシー・ベイツの怪演。ジェームズ・カーンが赤子のように弱々しく見えてしまいます。仮にもコルレオーネファミリーの気の短い長男坊ですよ。キャシー・ベイツの何が怖いかって、乙女のような瞳で愛読書ミザリーについて熱く語る姿。ご機嫌な表情で話に夢中になってしまい、ポールの使用済みの紙瓶をブルンブルン振り回してしまう。ポールの方は自分のおしっこが飛び散らないか気が気でない。好きすぎて他のことがどうでもよくなってしまうその姿は、ブチ切れて凶行の及ぶシーンよりもある意味ゾッとします。人間の狂気って意外とこういうところに潜んでいるのではないでしょうか。Number 4. Stand by me. 1959年、オレゴンの小さな町。文学少年ゴーディ、リーダー格のクリスら12歳の4人組は、行方不明になった少年が列車に轢かれて野ざらしになっているという情報を耳にします。発見すれば有名になれると色めきだった彼らは、死体探しの旅に出ることになるのですが、キングの日ホラー小説ザ・ボディを原作にした青春映画の金字塔として君臨し、リバー・フェニックスを一躍有名にした作品でもあります。大人に成長し小説家となったゴーディが親友の訃報に触れ、少年時代を回想するというもの。12歳の頃のような友達は二度とできることはない。過去の記憶や思い出が美化されてしまう思い出補正がかかっていたとしても、少年時代の記憶というものは美しくかけがえのないもの。と同時に、あの頃には二度と戻ることはできないという残酷さも感じさせます。個人的には4人で焚き火を囲んでいる時、ゴーディーから語られるバイグイコンテストのもらいゲロの話が好きです。トップ3の前に、エンターテイメントウィークリー誌が発表したスティーブン・キング原作の映像作品バースト5を見てみましょう。 Number 5. Thinner. Number 4. Needful Things. Number 3. Maximum Overdrive. Number 2. The Shining. Number 1. The Mangler.Number 3. The Green Mile. 1932年、死刑囚を収容する刑務所で看守を務めるポールのもとに一人の大男が送られてきます。双子の少女を強姦殺人した罪を持つ死刑囚ジョン・コーフィーは、
その風貌や罪状に似合わないほどか弱く、繊細で純粋な心を持っていました。ある時コーフィーは、患部を掴んだだけでポールの重い尿路感染症を治してしまいます。ポールは、この男が特殊な能力を持った、特別な存在なのではないかと思い始めます。キングの同名小説を映画化したこの作品を初めて見た時は、ほぼ同じ時期の作品、ダンサー・イン・ザ・ダークと被る部分があり、無理に希望を持たそうとするラストに冷めた目で見てしまった自分がいたのですが、今回、約20年ぶりに鑑賞して、普通に号泣してしまいました。冒頭、老人ホームにいる年老いたポールが、テレビから流れる、レイがトップハットで、フレッド・アステアとジンジャー・ロジャースが踊る姿を見て涙に暮れてしまいます。このシーンが大きな伏線となって、終盤、その伏線が回収された瞬間、今度は私が涙に暮れてしまいました。映画の中で映画が上映される作品って、作り手の映画愛を強く感じ取れますよね。Number 2. The Shining。 冬の間、豪雪で閉鎖されるホテルの管理人として、妻と息子を連れてやってきた小説家志望のジャック。周囲からの雑音が一切ないホテルで平穏な日々を送ろうとしていましたが、そのホテルには想像を絶する邪悪な存在が隠されていたのでした。言わずと知れた、ホラー映画の代表的作品。当チャンネルでこの映画を紹介するのは何回目でしょう。ぶち破った扉から顔を出すジャック・ニコルソンのように、どこにでも顔を出すシャイニングですが、キングはこの映画が上位にランクされるのは正直面白くないでしょう。小説と全く異なる失策。ホラーに関して勉強不足、知識不足。などと批判を繰り返し、キング自ら脚本を書いてドラマ版で再映像化するのですが、先ほどもご紹介した通り、皮肉にもワースト作品に選出されてしまいます。原作に忠実すぎても、ただなぞっているだけとか言われてしまいますし、独自色を出したら原作と違いすぎるとか言われますし、難しいですね。原作ものの映像化って、キューブリック版シャイニングは、原作から完全に独立した別物の作品として捉えた方がいいですね。Number 1. The Shawshank Redemption。 妻とその愛人を射殺した罪で終身刑となった銀行員アンディ。ショーシャンク刑務所に収監されたアンディは最初こそ自分の殻にこもっていましたが、やがて彼は自らの不思議な魅力でレッドをはじめとする受刑者たちの心をつかんでいきます。キングの中編小説「刑務所のリタ・ヘイワース」をフランク・ダラボン監督がただ同然で映画化権をもらい受け制作され、劇場公開時は興行的には振るわなかったものの、ビデオレンタルで火がつき、口コミが口コミを呼び、今や映画史に残る名作となった作品。この映画を名作たる作品にした最大の魅力はモーガン・フリーマンの語りなのではないかと個人的に感じています。彼を通して語られるティム・ロビンス演じるアンディの人となりがよく表れていて、物腰が柔らかく、どこか達観したような語りが作品を味わい深くしたのではないでしょうか。小説のタイトルにもなっている刑務所のリタ・ヘイワース。刑務所内で上映されるギルダに登場し、アンディの部屋に貼られる40年代のセックスシンボルリタ・ヘイワースが物語の重要な鍵となります。私がこの映画で一番印象深かったのは、アンディがレコードをかけマイクで刑務所全体に響き渡らせるシーン。曲はモーツァルト、フィガロの結婚のそよ風に寄せる。モーガン・フリーマンの味わい深い語りが始まる。俺はこれが何の歌か知らない。知らない方がいいことだってある。よほど美しい内容の歌なんだろう。心が震えるぐらいの。この豊かな歌声が我々の頭上に優しく響き渡った。短い間だったが、みんなが自由な気分を味わった。映画全体を通して語られる自由、希望、その思いを曲に乗せた素晴らしいシーンでした。